今日は孫の湊も料理を手伝ってくれるという。今まで私が作った料理を振る舞うことはあっても一緒に作ることはあまりなかったから私は楽しみで仕方なかった。まだ4歳ということで肉ダネをこねる作業を任せたが、湊がこねた後に手際よくハンバーグの種を丸めていたので私はとても驚いた。きっと私の息子がそうであったように、湊も父親に憧れ見よう見まねで料理を覚えていったのだろう。二人で一緒に丁寧に作ったハンバーグはいつもに増して美味しそうに見えた。新一は仕事が忙しい時期で遅れるというので先にマナさんと湊と食事をすることになった。食卓にはすでにハンバーグの他にサラダやスープ、デザートといったごちそうが並んでいる。それらもすべて湊が手伝ってくれたものだ。湊は美味しそうな料理を見て満足げであり、私もその様子を見て嬉しくなる。ママとパパ、喜んでくれるかな？ワクワクとした様子で湊は尋ねる。ええ、きっと大喜びしてくれるわ。そんな話をしていると、家のインターホンが鳴った。マナさんが到着したようだ。私と湊は笑顔でマナさんを迎え入れた。ところが、マナさんの表情は暗く、私を睨みつけながら中に入る。ママ？さっきまでキラキラとしていた湊の顔が曇るのが分かった。マナさんは、私たちを無視してずかずかと部屋の中に入ると信じられない行動に出た。なんと机の上に並んだ料理を一別したと思ったら目の前でゴミ箱に捨てたのだ。病人が作ったものなんか食えるか、感染したらやだし。一時退院していた私に向かっての言葉だった。半笑いで暴言を吐くマナさんはとてもじゃないが人の親には見えない。あまりにひどい行動に私は言葉もなくし唖然とするしかなかった。そんな時救いの手を差し伸べてくれたのはまだ幼い湊だった。私は相田由美子、定年を迎え仕事から離れてゆったりとした時間を過ごしている。朝の日課であるコーヒーを飲みながら私はふと昔のことを思い出す。私には一人息子、新一がいる。今の生活からは考えられないが、新一が成人するまでは、それはもう休む暇もないような日々だった。なぜなら、私が30代半ばで、夫が突然の病で亡くなってしまい、女手一つで新一を育てるほかなかったからだ。結婚を機に都会に移り住んだため、そばに助けてもらえるような身内はいなかった。家を建ててしまったから、気軽に地元に戻ることもできなかったし、住宅ローンの返済もまだ残っている。だから、私は悲しい気持ちに浸る間もなく、毎日朝から晩まで休むことなく働いた。それでも、新一にできるだけ寂しい思いをさせまいと、新一と向き合う時間を意識的に作るようにしていた。新一も時折泣いてしまうことがあったが、幼いながらに状況を理解し、私を支えてくれたのが救いだった。休みの日には、新一が行きたいところに一緒に出かけ、学校の話から食べたい料理の話まで、様々な話をして過ごす。時には学校帰りや学校が休みの日に私の職場に来てもらい、退勤までの時間を過ごしたこともある。もちろん職場には許可を取っていたし、職場はシングルマザーに理解がある人ばかりで助かった。私が忙しく構うことができない時には休憩中の人が新一に話しかけてくれたり、宿題を教えてあげたりしていたようで、新一も楽しく過ごしていたようだ。
母さん、今日の夜ご飯は何？学校がある日も、私の職場から一緒に帰る日も、新一は決まって私にこう聞いた。幼い頃からよく夕ご飯の手伝いをしてくれたのも、私が作る料理が好きだからだと後に教えてくれた。サラダのレタスをちぎるところから始まり、ポテトサラダを混ぜたり、ソースを作ったり、私と一緒に料理ができること、自分で何かを成し遂げること、それは新一にとって嬉しいことであったようで、目を輝かせて毎日キッチンに立っていたことを覚えている。好きこそものの上手なれという言葉があるが、それは本当なようだ。高校に入ってからは反抗期もあったが、私は毎日欠かさずお弁当を作り渡していた。どんなに喧嘩をした日であっても、お弁当だけはきれいに食べて返してくれたので、新一の反抗期はまだ軽い方だったのかもしれない。今考えると、お弁当は私たちにとってコミュニケーションの一つだったのだろう。高校最後の日に、お母さん、今までありがとうと書かれたメモをつけてお弁当箱を返してくれた新一。その時は思わず一人で泣いてしまった。新一の料理への思いは大きくなっても強いままで、卒業後は調理専門学校に行くことを選択した。あっという間に専門学校を卒業した息子は、その後有名レストランで着実に力をつけ、今は料理人として独立して自分の店を持っている。口コミなどを見ると、ふと懐かしさを感じる料理、素朴で親しみやすいが唯一無二など、家庭的な味が大人気で繁盛しているようだ。たまに私も友人を連れて新一の店に食べに行くが、彼は私を見かけると、いつもはにかんで笑ってくれる。自分の息子ながら立派に育ってくれた。もちろん大変な時期もあったが、こうして新一が活躍している姿を見ると嬉しく誇らしく思う。そんな新一は早くに結婚した。経営者は休みがなく出会いもないとぼやいていたのに、一体いつの間にという感じだ。妻のマナさんは、新一が切り盛りするレストランのお客さんだったという。新一の料理に惚れ込んだマナさんが、レストランに通い詰め、連絡先を渡したことから、二人の関係は始まったらしい。お客さんには手を出さないと決めていたようだが、マナさんの熱意に負け、連絡先を渡したという。付き合ってからは、二人一緒に私の家に顔を出し、新一が料理を振る舞ってくれた。三人で話をしながらご飯を食べて過ごす。それが当時の楽しみであった。私やりますよ。そう言って、食後はマナさんが洗い物を率先してやってくれる。あら、いいのよ。お客さんは座っていてちょうだい。息子とうまくやってくれるだろうか。会う前はそんな不安もあったが、おしとやかで育ちの良さそうなマナさんを私も気に入った。付き合い始めて2年で2人は結婚し、晴れて夫婦となった。結婚式の日に新一と2人で号泣し、親戚に笑われたのもいい思い出だ。しかし、私と息子夫婦の関係が順風満帆のように思われたのはこの時までだった。マナさんの言動に違和感を覚え始めたのは、二人が結婚してから半年ほど経った頃である。その日、ブランド物に疎い私でも知っているような高級ブランドのバッグを持って彼女はやってきた。専業主婦であるマナさんが自分でこんな高級なものを買うとは考えにくい。となれば、買ったのは新一であろう。夫婦二人が納得し、いい関係が築けているのであれば、
外野の私がとやかく言うことでもない。そう思って私はその時マナさんに何か言うことはなかった。マナさんは以前より身なりが整っただけでなく、私に対する態度も人が変わったようだった。あれだけ率先してくれていた洗い物など手伝いを全くしなくなったのだ。彼女を当てにしているわけではないが、結婚前とあまりにも態度が違うため驚いてしまった。変化を感じていたのは私だけではなかったようだ。新一が一人で私のもとに足を運んだ時に彼は話してくれた。結婚してからマナがよく物をねだってくるようになったんだ。前は何か欲しいものないのって俺から聞くぐらいだったのに。デパートのコスメから始まり、徐々に要求するものの金額は上がっていったという。最近では休日のたびにデパートに行き、新一のカードを使ってブランド物を買い漁っているそうだ。経営者の妻ということでセレブぶりたいのだろうか。新一の話からそんな風に感じてしまった。それだけではない。新一は仕事で遅くなることが多い。家事をある程度任せたいだろうに、マナさんはスマートフォンを見ているばかりで、掃除や片付けをあまりしないため、家の中は荒れているという。料理も、あなたが作った方が美味しいからと言って作ろうとしないそうだ。もちろん新一は料理人であるから彼が作ったものは美味しいだろう。しかし花からやる気がないというのはいただけない。料理に自信がなくとも気持ちを込めて作ればきっと相手に伝わるのに。話している間新一は気丈に振る舞っているが、その声はどことなく元気がなく疲れている様子だった。無理もない。疲れて帰ってきてから夜ご飯の準備に部屋の掃除と休む暇が全くないだろう。あまりにも振り回されている新一が気の毒で、私は次にマナさんに会ったら新一が困っていることを伝えようと心に決めた。その時は想定していたよりも早く新一が来てから1週間後にやってきた。新一と連れ立っているマナさんは今日も仕立てのいい服を着ている。お茶を出して団らんをしている間にそれとなく話を切り出した。マナさん、最近はどう？新一は少し疲れているようでね。家事をもう少し一緒にやってくれたらきっと新一も助かると思うわ。私はやんわりとマナさんの行いを咎めた。マナさんははっとした顔でこちらを見る。そうですね、最近お任せしてしまっていたので私も家事頑張ります。そんな言葉が返ってくることを期待したが、現実はそう甘くはなかったようだ。マナさんの表情はみるみるうちに歪んでいき、ついには大泣きし始めた。ひどい。私もできることを頑張ってるんです。新一さんも遅くまで帰ってこなくて寂しいんです。そんなことを言われるなんて。彼女は新一から聞いていた今までの行いを否定することも謝罪することもなかった。ただただ被害者のように泣いているマナさんを見て、私はため息が出る思いだった。確かに夫が遅くまで帰ってこないのは不安だろうが、家事を全くせず浪費だけするというのはいかがなものだろうか。分かったからもう帰ろ。母さんごめんね。今日はありがとう。泣き続けるマナさんを新一がなだめて、二人は家に帰っていった。この一件があってからマナさんが私の家に来る頻度は急激に減っていった。たまに顔を出したとき、私が会話に入っても、マナさんは少し迷惑そうな顔を浮かべるのだ。嫌な思いをさせてごめんね。
マナには僕から言っておくから。新一はそう言うばかりである。私たちの関係性は悪くなる一方で、ぎくしゃくとした雰囲気が2ヶ月ほど続いたある日、久しぶりに明るいニュースが飛び込んできた。マナさんの妊娠が分かったという。新一は結婚する前から子供を望んでいた。私ももちろん初孫ということで、とても嬉しく、二人で大喜びした。俺は仕事もあって、マナとずっとに一緒にいるわけにはいかないから、母さんにも助けてもらうことがあると思う。負担をかけるかもしれないけれど、よろしくお願いします。新一はそう言って、私に向かって頭を下げる。孫の世話なら大歓迎だ。マナさんとの今の関係性には少し不安があるが、きっと母親になれば落ち着くだろう。その後、目立たなかったお腹ははち切れそうなほどに大きくなり、ついにマナさんは第一子を出産した。初産ということで、出産までに時間がかかったが、母子ともに健康だと聞いてほっとしたものだ。妊娠中から出産後まで、私はできる限り家事と育児のサポートをした。久しぶりの育児で忘れていたことが多く、大変に感じることもあった。しかし、天使のように可愛らしい孫に恵まれて本当に幸せだ。これを買いに行ってほしい、おむつ替えをやっておいてほしいと、相変わらずわがままばかりのマナさんだが、生まれた息子の湊斗を可愛がっていたので、私は安心していた。月日は流れ、湊斗は4歳になった。息子の成長も早かったが、毎日顔を合わせているわけではない孫は、会うたび大きく成長しているように感じる。よちよち歩きだった湊斗も、今では公園を駆け回るようになり、保育園で会ったことや楽しかったことなどお話をたくさんしてくれる。湊斗が大きくなった今も家事と育児のサポートは続けていて、私は新一の家で動き回っていることが多かった。最近は幼稚園の送迎をすることも私の仕事だ。マナさんは家を空けることが多く、本来妻、母親としてすべきことをすべて私に投げている。お母さんと会えて湊斗も嬉しいと思います。マナさんはたびたび私にそう言った。湊斗と過ごす時間は私の癒しであり、とても楽しいことには変わりない。しかし、さすがに60歳を超える私には少し辛いものがある。縁がない日は朝早くにマナさんと湊斗の朝食を作り、掃除洗濯をして湊斗と遊びに出かける。お昼過ぎには家に帰り、夕飯の買い物をするというのが決まった流れだった。そんな日々が続くと、一日を終える時には体の疲れを感じることが増えてきた。ゆっくり休むことのない日々で、無理がたたったのかもしれない。ある日、湊斗を園に迎えに行く途中で私は倒れた。幸い人通りが多い通りだったので、近くにいた人が救急車を呼んでくれた。ただの過労で大したことはないだろうと高をくくっていたが、急遽入院することになってしまった。癌が見つかったのだ。発見が遅れたために大きな手術をすることも決まった。思えば息苦しさや動悸など調子の悪さは時々感じていた。しかし、年のせいにして病院にも行かなかった。何しろ生まれてこの方、大きな病気にかかったことが一度もなかったのだ。私は小さな体の不調を見て見ぬふりしてしまっていた。それにやるべきことが多く、自分のことは二の次にしてしまっていた。体を崩しては
元も子もないのに。今さら後悔してももう遅い。心配事は山ほどあるが、私は病気の治療に専念することにした。私が入院してから、新一は湊を連れて、仕事の合間によくお見舞いに来てくれた。母さん、ごめん。無理させちゃってたかな。新一はお見舞いのたびに、申し訳なさそうな表情を見せて、私に謝る。謝らないでいいのよ。私がやりたくてやっていたことだから。うん、それでも、ごめん。私の言葉を聞いても、新一は悲しそうに笑うばかりであった。一方、マナさんは仕事が忙しいと言って、私が入院してから一度も顔を出さない。マナさんは最近、パートの仕事を始めたと聞いたので、特に気にしてはいなかった。パートといっても、仕事によって大変さは違うし、息抜きする時間も彼女には必要なのだろう。それに、ぎくしゃくとした雰囲気は未だ続いていたため、お見舞いも気まずいだろうと想像できる。いやいやお見舞いに来られるよりはずっといい。そんなことに悩んで時間を割くよりも、湊が持ってきてくれたお見舞いの手紙の方がずっと大事だ。はい、おばあちゃん、これ僕が書いたお手紙。湊、ありがとうね。おばあちゃん本当に嬉しい。湊はまだ4歳だが、とても賢く育った。なんと、すでに自分でひらがな、カタカナが書けるという。手紙には、早く元気になってね、と書いてある。私のことを思い、一生懸命に手紙を書いている姿が目に浮かぶ。闘病生活は大変だったが、私のことを思う息子と孫に支えられた。その後、無事手術が終わり、2週間ほど経った後、ようやく一時退院できることになった。体はまだ思うように動かないが、久しぶりの我が家は、病院よりずっと快適で落ち着ける。入院中、新一はずっと私を心配し、寄り添ってくれていたように思う。もともと仲のいい親子であったと思うが、じっくりと話すのは久しぶりだった。レストランの新メニューの話から経営に関することまで、新一は楽しそうに話をしてくれた。反対に新一も私の話を真剣に聞いてくれた。親身になって聞いてくれる新一に、私はどれだけ元気づけられたかわからない。私は感謝の気持ちを込めて、自宅で新一たちにハンバーグを振る舞うことにした。ハンバーグは昔から新一の大好物で、私の得意料理でもある。帰宅することになったら絶対作ると決めていたのだ。発表会が終わった後や受験の後など、新一が頑張った日には必ず作った思い出のメニューだ。そして今日は、湊も料理を手伝ってくれるという。帰ってきているならと、マナさんは湊を有無を言わせず私に預けたのだ。今まで私が作った料理を振る舞うことはあっても、一緒に作ることはあまりなかったから、私は楽しみで仕方なかった。まだ4歳ということで、肉だねをこねる作業を任せたが、湊がこねた後に手際よくハンバーグの種を丸めていたので、私はとても驚いた。きっと新一がそうであったように、湊も父親に憧れ、見よう見まねで料理を覚えていったのだろう。やけどに気をつけながら、ハンバーグを焼く作業も湊と共に行う。トマトやレタスと一緒に盛り付けをしたら完成だ。二人で一緒に丁寧に作ったハンバーグは、いつもに増して美味しそうに見えた。新一は仕事が忙しい時期で遅れるというので、先にマナさんと湊と食事をすることになった。食卓にはすでにご馳走が並んでいる。
今日はハンバーグの他にサラダやスープ、デザートまで作った。それらもすべて港が手伝ってくれたものだ。港は美味しそうな料理を見て満足げであり、私もその様子を見て嬉しくなる。ママとパパ、喜んでくれるかな？ワクワクとした様子で港は尋ねる。ええ、きっと大喜びしてくれるわ。そんな話をしていると、家のインターホンが鳴った。マナさんが到着したようだ。私と港は笑顔でマナさんを迎え入れた。ところが、マナさんの表情は暗く、私を睨みつけながら中に入る。さっきまでキラキラとしていた港の顔が曇るのが分かった。ママ？マナさんは私たちを無視してずかずかと部屋の中に入ると信じられない行動に出た。なんと机の上に並んだ料理を一瞥したと思ったら目の前でゴミ箱に捨てたのだ。病人が作ったものなんか食えるか。感染したら嫌だし。半笑いで暴言を吐くマナさんはとてもじゃないが人の親には見えない。あまりにひどい行動に私は言葉もなくし唖然とするしかなかった。そんな時、救いの手を差し伸べてくれたのはまだ幼い港だった。だよね。でもママの出すハンバーグよりずっと美味しいよ。港は私をかばってくれたのだ。しかし一度こうなってしまったマナさんが港の言葉をすんなり受け入れるはずがない。はあ？港、もう一回言ってみな。ふざけんなよ。マナさんは激高し、ものすごい剣幕で港に叫ぶが、港は冷静である。だってママ、いつもお湯入れるだけのご飯作ってるじゃん。僕だってわかるよ。おばあちゃんが作る料理は心がこもってて本当に美味しいんだ。港が覚えている限り、マナさんが料理を手作りしたことは一度もなかったという。港は食に興味が出てくるお年頃だ。でも自分の母が料理を苦手としていることを理解していた。食べたいものはたくさんあったが、マナさんに悪いと思い、インスタントの食事でも文句一つ言わずに食べていたそうだ。友達の話を聞いて、自分の食生活が普通でないことは子供ながらに理解していたのだろう。しかし、それをマナさんに伝えることはなかったらしい。それでも、今回のあまりにもひどい発言で我慢できなくなったという。さらに港は怒りの表情でマナさんに話し続ける。それにね、ママ、おばあちゃんはパパとママが結婚する前、料理人をしていたんだって。おばあちゃんが料理を教えてくれたって、パパ言ってたよ。その通りだ。私はかつて老舗の料亭で料理人をしていたのである。私も新一と同様に専門学校を卒業してからレストランで長く勤め、最終的にはコック長まで上り詰めた。私は港やマナさんにそのことを話していないので、おそらく新一が港に伝えていたのであろう。それがどうしたの？料理人だからなんだっていうのよ。マナさんはそのことを初めて聞いた様子で驚いていたが、すぐに先ほどの調子に戻り、港を叱ろうとする。おばあちゃんをバカにするのは、パパをバカにするのと同じだよね。何よ、あんた生意気なのよ。マナさんの言動に動じることなく、冷徹な目で見やる港。4歳とは思えないほど、淡々とした口調でマナさんに話している。港の様子からは決意のようなものが感じられる。今までに積もり積もった不満をすべて吐き出そうとしているようだ。二人の言い争いはヒートアップし、私が止めようにも止められなくなってしまった。口を挟もうとしても、黙っててとマナさんに一蹴されるだけだ。どうしたらいいのかと考えを巡らせているとき、
ふとマナさんの背後を見て私は驚く。そこにはいつの間にか新一が立っていたのである。私のために仕事を早く終わらせてくれたという。そこにいる全員が新一に気づくと、新一はようやく口を開いた。それが人の親のすることか。マナ、母さんに謝ってくれ。ぐちゃぐちゃに捨てられた料理たちと今までの会話、新一はすべてを見聞きしていたらしい。全身を震わせ怒りに耐えているのがわかる。今までずっと我慢していたが、マナにはもうこりごりだ。僕と離婚してくれ。新一の言葉を聞いて、先ほどまで目をつり上げ暴言を吐いていたマナさんの表情が一変する。いやだ、本気にしないでよ。ほんの冗談じゃない。マナさんは焦ったように言い訳を重ねた。そんなマナさんを新一は少し前の港のように冷徹な目で見やる。ただならぬ雰囲気に私もマナさんも息を呑んだ。じゃあこれは何だ。新一は無残にもゴミ箱に捨てられているハンバーグを指さした。目の前に捨てられているハンバーグを指摘され、マナさんはついに言い逃れできなくなったようだ。待ってよ、私が悪かったから。ちょっと八つ当たりしちゃっただけなの、許して。マナさんの悲痛な声が部屋に響いたが、マナさんをかばう者はここには誰もいない。新一は謝罪を一つ残し、その場はお開きとなった。こうして私の長い一日は幕を落とした。その後、新一は弁護士を通してマナさんと離婚した。港の親権はもちろん新一が持つことに決まる。今までの養育環境を鑑みて、新一が港を育てることこそが港にとっての幸せにつながると判断されたのだ。離婚を機に私は新一の家で同居することになった。マナさんは一人家を出たが、荷物をすべて持って出る時にも謝罪の言葉はなかったという。最初港はやはり母がいなくなることに寂しさを見せた。しかしこれから一緒に住むことを伝えると、それはとても喜んでくれた。おばあちゃん、また料理を一緒に作ろうね。僕楽しみにしてるからね。同居してしばらくしてから新一が聞いた話だが、マナさんは職場の男性と浮気していたらしい。パートにもかかわらず仕事で忙しいと言っていたのはそういうことだったのかと納得する。私は浮気に明け暮れているマナさんの代わりに、体が悲鳴を上げるほどの負担を強いられていたのである。新一は薄々感づいていたが、港のことを考えるとできれば離婚したくないと考え、夫婦の再構築を試みていたらしい。飲食の経営者ということで土日関係なく仕事をし、家族に対する時間を設けてこなかったことを反省し、休みをもらって家族で出かけるようにした。また夫婦間のコミュニケーションをしっかりとるようにし、お互いに不満をため込まないように心がけた。しかし新一の努力も虚しく、マナさんは不倫関係を続けた。新一の言葉や行動はマナさんには響くことはなく、私への当たりは強いままで、あの事件も起こってしまったのである。新一はそこで完全に見切りをつけ、離婚することを決めたという。後から分かったことだが、マナさんは自分が一番でないと気が済まない性格だったそうだ。結婚してから仕事優先の新一に愛想がつき、孫を可愛がる私さえも憎しみの対象になったという。誰にも一番に愛されていないと感じた末に不倫に走ったのだ。愛していたからこそ仕事を頑張る新一には気づけなかったのがかわいそうに思えてしまう。マナさんは財産分与から慰謝料を差し引かれ、しばらくして
浮気相手にも捨てられたそうだ。相手も遊びだったのだろう。今は養育費の支払いのために仕事を掛け持ちして昼夜問わず働いているらしい。マナさんは自分の行いを後悔しているのだろうか。今となっては知る由もないが、本当の愛を知れる日が来たらいいと私は思う。一方、母親と離れ離れになった湊を私は心配していた。しかし、湊は母親がいなくても変わらず明るく、私の手伝いを積極的にしてくれる。今まで苦労を強いられてきた分、私が新一と共に湊を幸せにしていきたいと心から思う。私はというと、無理をしなくなったことが幸いしてか、体は回復の一途をたどった。今では体力づくりを始めて、前よりも元気なんじゃないかと思うほどだ。おばあちゃん、今日の夜ご飯は何？湊は毎日のようにそう尋ねてきた。私は昔の新一の面影を重ねながら答える。今日はハンバーグよ。私は家族3人で暮らせる幸せをかみしめながら、今日も家族のために料理を作るのであった。